回転ミックスが増えてきてって思います。今日はですね、海外の方がナイトメアダンジョンの解析というかですね、法則性を発見したようで、敵のレベルとグリフの経験値には法則があるみたいなので、その法則に従うことによって、このナイトメアダンジョンティアいくつは敵のレベルがいくつでグリフの経験値がこれだけ入るっていうのがなんと判明しました。なので今回はこのですね、法則性に従ってどこのナイトメアダンジョンに行くと敵のレベルがどうなってグリフの経験値がこう入るかっていうところを見ていきたいと思います。俺ね、なんかね、たまに思ってたんだよね、あれこのナイトメアダンジョン俺よりレベル低くねみたいな。でナイトメアダンジョンって俺てっきり敵のレベルが自分のレベルより上の状態のダンジョンなのかと思ってたんだけど、なんとどうやらプレイヤー主点のレベルプラスアルファじゃなくて違う法則性に基づいてなってるみたいなので、今日はそこら辺見ていければと思います。という感じで本日の目次はこちら。1つ目ナイトメアダンジョンについて、2つ目敵のレベルについて、そして最後にグリフの経験値やっていきましょう。でまず1つ目にナイトメアダンジョン何かっていうところからちょっとねやっていくんだけど、ナイトメアダンジョンに関してはワールドティア3ですね。ワールドティア3なので、まあストーリークリア後キャップストーンダンジョンクリア後になってくるんですけど、ワールドティア3と4に存在するエンドコンテンツのダンジョンになります。まあ、ワールドティアこんな感じで選べるよね。でさらに言うと、このディアブロの世界にはかなり120ぐらいだっけ、めちゃくちゃ多い量のダンジョンがあるんだけど、そのダンジョンたちが全てナイトメア化できます。で要するにナイトメア化は何かというと、めちゃくちゃ難易度を通常のダンジョンより難しくするというような形になってます。でその中でナイトメアダンジョンっていうのは、まあどのように発生させるかというと、この紋章というものがあるので、この紋章を使ってナイトメア化させるというような話になります。でナイトメアダンジョンにするためのこの紋章に関してはささやきの木であったり、あとはナイトメアダンジョンの中でゲットできたりするので、僕は最初ゲットしたのはささやきの木かなっていうところで、どんどんねナイトメアダンジョン内で作っていけるっていうところで、さらに言うとナイトメアダンジョンのティア3をクリアすることによって、秘術師で実際にナイトメアダンジョンのこの紋章自体を作ったり砕いたりして、素材っていうのがあるので、このね紋章のっていうのをやってやりくりするようなこともできます。なのでそんな感じでですね、まあ仕組みとしてはかなりダンジョンを難しくするっていう形で、しかもその種類が全部の120のダンジョンに入っているので、まあ、それをね選ぶことができるみたいな感じ。まあ、ただその紋章のダンジョンの場所はランダムなんで、まあ、そこは運ゲーなんだけど、まあ、とりあえずそんな感じの仕組みになってますというところで、まあ、ここでやっぱポイントなのが、レベルが高くなればなるほど、今俺85レベルなんだけど、ネクロマンサーはやっぱり自分より高レベルのやつと戦うことで経験値がより多く入るというところになるので、でさらに敵が落とすアイテムの品質はやはりレベルが高くなればなるほどいいんですよ。アイテムパワーとかが高くなったり、あとはそれっていうですね、最終的に、まあ、一番高級な品質のものが落ちやすくなりますっていうところになるので、やはり相手のレベルが高いということはいいことが多いんですね。まあもちろん強くなるのでその敵を倒せるという話が前提なんだけどね。でその敵のレベルがさっきも言ったんだけど、自分のレベルプラスアルファの設定ではなくて紋章のティアですね、ここが中心になって実はダンジョンの敵のレベルって決まってきてるんだよというところで、早速次の項目敵のレベルインナイトメアダンジョンという形をやっていきます。でまあもちろんね、通常のフィールド通常のダンジョンは自分中心なので、基本的に僕のレベルが85であれば大体85レベルの敵であったり、まあ、たまになんか84とかのダンジョンとかあったりするんだけど、まあ、そこの設定はちょっとまだ分かんないんですが、まあ、大体自分より同じかもしくはマイナス1とか のエリアがほとんどです、普通にやってれば。ただナイトメアダンジョンっていうのは難しくしましょうねっていう話で、でさっきも言ったけど、自分を基準にしてプラスがレベルが上がっていくんではなくて、紋章のティアを基準としてレベルが上がってきます。で実際僕もレベルが俺より低くねみたいなダンジョンに何回か当たってあれってなって、まあ、そこのティアの紋章は使わなくなりましたっていうところになるんだよね。なので今回は実際にレベルっていうのがですね、どういう形で設定されているのか見ていきたいと思います。でこれ簡単なね法則があって、敵のレベルイコール54プラスナイトメアダンジョンのレベルになってます。なので今回ですね、キリのいい紋章用意しております。で、今回すでにねダンジョン発動しているんですが、こちらになっておりまして、オニキストリデの、ナイトメアダンジョンティア36なんですよ。36プラス54をするとどうなるか、そうなんですね、もう簡単な算数です。
90になりますね。90レベルの敵が出るはずだというところになりますので、実際にこの鬼キストリデに行ってみて、このナイトメアダンジョン このレベルが本当に法則性として合っているのかというところを行ってみたいと思います。なので、鬼キストリデに、行ってみましょう。ということで鬼キストリデに来ましたので、実際に敵と戦ってみたいと思います。あ、90だね。ちゃんと90ですね。ちゃんと90になっているというところになってますね。なのでちゃんと90になって、敵と戦えているという形なので、まあ、僕85なんで自分より高いレベルの、ね、敵とできて経験値も良くていい感じだねというところですね。なのでまあこのような形でナイトメアダンジョンに関してはこの法則性のもとで成り立っているという形になりますので、実際にまあさっきも言ったんだけど、まあ僕もね、あれなんか自分よりレベルが低い敵が出ているぞこのダンジョンっていうのが何回かあったので、レベルが高くなればなるほどどうしてもですね、自分の適正レベルより低くなってしまう場合があるんですね。でレベルが低くなるとどうなるかというと、そうデバフがかかってしまってマイナス補正がかかるんですよ。でそうなってしまうともったいないんですね。わざわざなんか特殊なギミック、例えば今は移ろう帰ろうという形で、もう本当にねやりたくないようなうんこみたいな、まあ、このギミックのダンジョンだったりするんですけど、もしこのダンジョンをヒーコラ行ってクリアしたとしても、自分のもしレベルより下だった場合はマイナス補正であんまり美味しくなくてみたいな感じになっちゃうので、まあ、そこら辺がですね、まあ、やっぱり、まあ、後半になってくると、まあ、ここら辺の選ぶねタイミングとか大事になってくるしっていうところで、逆に言うと自分よりどのくらいね上の敵に戦えるのかみたいなっていうのをですね、まあいろいろね自分で実験できるような指標でもあるので、まあ、そこら辺もですね、この54プラスナイトメアダンジョンのレベル、ここが結構大事になってくるので、それをね中心に考えてもらうと、高レベルの人とパーティーを組んだ時でも高レベルの人がね経験値入るような形で紋章を選べるんじゃないのかなっていうのがですね、今回のまあ内容になりますね。まあ、正直ね僕はねこれかなりね気になっていたので、結局これ自分中心なのかな、いやでもなんか自分よりレベル低いとこがあるよなっていうふうに思ってたので、まあ、結論としてはですね、やはりここはまあ自分中心ではなく紋章のレベルに対して基準があって、その基準プラス54っていうところなので、まあ、そこのレベルプラス54というのが、まあ、今回のね、まあ、中身になってくるという形で、まあ、これをねやっていただければいい感じにレベルは選べますよというのが今回ですよね。という感じなんで、レベル100とかまでいっちゃうと結構上位のね、まあ、紋章しか選べなくなっちゃうので、まあ、そこら辺はですね、まあ、ちょっと苦労するかなというところではあるんですけど、まあ、ナイトメアダンジョンね周回していればナイトメアダンジョンのこの紋章を作るための素材があるんですけど、粉みたいなのが、まあ、それは結構手に入るので、まあ、特に問題なく、まあ、作れるんじゃないのかなという感じです。まあ、現時点で僕はね、だいたいティア40から50代はちょっとまだあんまりいけてないんだけど、40代をサクサクね周回できるようなビルドになってて、まあ、40代はサクサクいってるみたいな感じになってますので、まあ、そこら辺でですね、まあ、皆さんもここら辺いい感じに選んでいただけると、まあ、幸せになれるんじゃないかなという形でですね、この敵のレベルっていうのはやっていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。それでは次にグリフの経験値というものをやっていきたいと思います。でグリフの経験値ね、結構これ大事です。でなぜかというと、ちょっと俺のねグリフを見てほしいんだけど、パラゴンボードので、ですね、まあ、例えばこのグリフなんですけど、縄張りっていうグリフ入ってます。でこの赤いところがグリフの効果範囲になってます。でグリフっていうのは、まあ、ここら辺の範囲内の敏捷性が5購入されるごとに近距離の標的に与えるダメージが増加って、このグリフは書いてあるんだけど、要するに自分の赤のさ効果範囲の中のものがすごくプラスのバフに変わるんだよね。でグリフのレベルっていうのは、まあ、絶対上げた方が良くて、なぜかというと今ですねこのつけてるグリフなんだけど、このグリフがレベル今ですね15だっけな、15かになってるんですね。で15になるとすごくいい得点があって、ちょっとねこの赤い状態を見てほしいんだけど、今ね15以下のグリフをここに貼るよ。ポチこれさ、赤いさこの、まあ、ひし形のエリアが狭くなったの分かる。でもう一回さ戻すよ、これを戻すんだけど、はいこれ広くなったでしょっていう感じで、これ15になると広くなるんですよ。なのでグリフのレベルを上げるというのは非常に大事なことなんですよ。なのでグリフの経験値って結構重要だよねという形 で、まあ、やってれば分かるんですけど、ナイトメアダンジョンがレベルが上がれば上がるほどグリフの経験値は上がります。
じゃあどの程度上がるのかいっていうか、どういった、まあ、あの経験値になるのかいっていう話になってくるんだけど、それもちゃんとさっきのナイトメアダンジョンの敵のレベルっていうのが あるような形で同じように法則性があります。でこれもね、別にそんな難しい話じゃなくて、紋章の経験値に関しては2プラスナイトメアダンジョン ×2になってます。なのでこの経験値をもとにやっていけばいいっていうところなんだよね。経験値というものもですね、ちゃんと法則性に基づいているという形になってます。で一応ですね、レベルも含め法則性のグラフみたいなのがあるので、まあ、こんな感じになってるので、まあ、ぜひね、これを参考に、まあ、ざっくりね、まあ、5刻みなんだけど、海外の人が作ってたやつなんだけど、まあ、見ていただければいいんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、こんな感じでちゃんとですね、法則性に従ってできてますので、ここら辺がですね、意外にですね、ナイトメアダンジョンって自分中心じゃなくて紋章中心にできてるんだなっていうところで、自分より低いレベル の、まあ、ナイトメアダンジョンに当たったり、あとはですね、グリフの経験値も明らかに高レベル の、なんていうのかな、紋章の方が経験値っていうのが美味しいよねっていうのは明らかにあったので、ただその法則性まではやっぱり自分もね、発見できてはいなかったので、そこら辺含めですね、今回は結構僕的には嬉しい内容だったかな、分かりやすい内容で、まあ、結構ちゃんとした法則性に基づいてやってるので、結構ねこれはまあいい感じだなというふうに思いましたので、まあちょっと共有したね次第になりますっていうところです。やっぱりね、こういうところが分かってると分かってないのでは、まあどうしてもね、システム面っていうのがですね、かなり響いてくるゲームではあったりするので、それを中心にやり込んでいくみたいな、システムをちゃんと理解してやり込んでいくっていうのがこのゲームになってくるので、まあ、そこら辺考えると、まあ、こういったものを知っておくと幸せになれるかなっていう形で、まあ、こういったところはね、まあ、絶対ね、僕的には知っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい、ということで攻略しましたので、実際に今回ですね、ティア36の、経験値ですね、経験値がちゃんとこの計算式に合ってるか、iPhone の計算機を使って、計算していきたいと思います。で、紋章の経験値イコール2プラスナイトメアダンジョンレベル ×2 なので、 36×2 が、72で、70足す2なんで74ですねっていう感じで、74の経験値になれば、割り当て可能経験値ちゃんと74になってるね。おー、すごいすごいすごい、ちゃんとしてる、なるほどねっていう感じなので、この上ね74って書いてあるので、しっかりこれは2つね、検証した通りレベルも経験値もちゃんとダブルで合ってるよねという形になっておりますので、まあ、これを使うことによってですね、結構ですね、法則性が分かって、今後ですね、まあ、ナイトメアダンジョン行くときに、まあ、いい感じに分かるんじゃないのかなというふうなところではありますので、まあ、そういった形でナイトメアダンジョンは自分に合ったところをね選んで、まあ、もちろんレベルっていうものだけじゃなくて勝てるかどうかが大事なんで、ちゃんとね、まあ、今回みたいにサクッといけるところを周回すると結構ねお得だよみたいな、自分より高レベルなダンジョンをねっていう形になるので、やっぱり高レベルな敵ほどいいアイテムっていうか、アイテムパワーを落としやすいし、でもちろんナイトメアダンジョンっていうのは神聖とソレイがあって、ソレイの方がレアリティが高いんだけど、ソレイの方を落としやすいし、でさらに言うとやっぱりですね、85レベル以上の敵でしか落とさないユニークの最上位のユニークね、ハーレクイーンとかもあるし、そこら辺もですね含めチャンスが一応あるので、そういったところを含めるとやっぱりですね、ここら辺のレベル の、まあ確認っていうのはやっていくと、まあ自分なりに何ていうかな、攻略がちゃんと現在地とかが分かって、まあ、いい感じに進めれるかなっていうふうに思いますので、そんな感じでねやっていただければいいんじゃないかなという形でですね、一応ね参考の記事としては2つね、レディットとか含め今回ね紹介させていただきますので、まあ動画詳細欄でね見てくださいっていう感じですね。海外なんでもう完全に英語なんだけど、まあ、とりあえずここら辺見てみてやってみたっていう形なんで、はいっていうところで、実際に今回の検証に関しては記事としては 100% 合っている可能性が高いというところなので、まあ、今後ですねナイトメアダンジョンを選ぶときはこれを厳選していってやっていくというところで、いい感じに使っていただければという感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。でこんな感じで KTR ゲーミングではですね、ディアブロの情報系の動画解説とかニュースっていうのをやってますので、ぜひですね皆さんね、チャンネル登録と高評価して応援していただければ幸いです。でさらになんだけど、生放送とかもね結構夜やってるんで、ぜひね夜の生放送遊びに来ていただいたりですね、でまあ質問とか全然構わないのでね、していただいたりとかっていう感じで、日本のディアブロ4コミュニティをですね盛り上げていければ嬉しいなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで今日はこの辺にしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。